リモート操作クッキング、おお、ついに。で、割となんかパラパラしだしたらもうね、お皿にちょっといい感じにこう、はい、プリンみたいな感じいい感じにもう封印しろお前、いい感じにプリンみたいな感じでこう「わちゃわちゃホロスターズ」さあ今日も始まりました「わちゃわちゃホロスターズ」、いやーいやー、あ、今日はご覧の通りこのお二人で進行しますよ。オーガニックフラワーですね。オーガニックフラワーです。というわけで今回の企画です、はい、ホロスターズリモート操作クッキング、おお、ついに。ちょっと企画を説明させていただきますね。お願いします。はい、ここは最高の食事を提供するホロスターズホテル、うんうん、ね、ホロスターズの中でも味へのこだわりが強い料理プロデューサーの荒上オーガと花咲みやびが、はい、いらっしゃいませ。そう、遠隔操作でキッチンにいるコックさんに料理の指示を出しますということです。はいはいはい。それを受けて、まあ、とにかくあの遠隔操作でコックさんを操り、より美味しい料理を完成させた方が勝ちということです。なるほど。いや、僕ちょっと 今何するかよく分かってないんですけど、大丈夫ですかね。コックさんを遠隔操作して、大丈夫ですか、うん、それは美味しいご飯食べれるんですかね、これはね。まあ、その辺に関してはですね、もうちょっと詳しく説明させていただきますけど、はいはい、まあ、ルールはですね、食材、味付け、完成図含めて、ホテルがプロデュースした料理に合わせて、俺たちが遠隔で指示をしています。すごいですね、うん、でそして料理を作る方がいます。もちろんコックさんがいますからね、はい、では、今回お料理担当してくださる方を紹介します。こちらの方です、どうぞ。はい、あ、じゃあ自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。あ、東京都港区で家賃3万7000円の家に住んでます、岡田です。よろしくお願いしますはい、今の情報 いるんでしょうか。ちょっと岡田さん、お料理、はい、でもお料理もね、とてもとても、はい、あのすごい腕を持ってらっしゃるということで、今回、うん、そうですね、毎日あの、はい、うちのアイランドキッチンの方であの料理させていただいてますので、はいはいはい、すごい腕あります、はい。ちなみに岡田さんは普段どんなことをされてるんですかね、活動とかは。普段はですね、それこそ家賃3万7千円の、うんうんうん、あの港区なんですけども3万7千円の家で料理したり、はい、あと最近で言うと、はい、ハリウッドスターのトム・クルーズさんにお会いしたり、ちょっと待って、こうバランスが驚いてます最近お、なんかすごい、あ、ちょっと心がついていけないんですけど、まあ、すごいです、僕も今ついていけてないですで今お二人に会えてるっていうのもすごいことです、はい、あ、いやいや、こちらこそでもまあ波乱万丈な感じですね。楽しそうですね。そうですね、うん、今回はですね、岡田さんに、遠隔で料理を作ってもらって、はい、さらにそちらをですね運営さんに食べてもらいます。おお。で、見た目、ルックスが100点、そして俺たちの支持力、プロデュース支持力が100点、さらに味ですね、美味しさ100点の合計300点満点で、はいはい、あの判定してもらおうという話になってますね。なるほど。てなわけです、みやび君ですよ、先に僕からなんですね。あなたに、そう、あなたに今日作ってもらうものがあるので、ちょっと説明してもらっていいですか、はい、僕が岡田さんをリモート操作して作る料理はこちらです。花咲みやびのキョムスズメオムライス。キョムスズメオムライス、キョムスズメがちょっと分かってなかったです、すみません。まあ簡単に言うとスズメですね、あのちょっとスズメスズメです、簡単に言うとスズメのオムライスってことですか。そうですね、簡単に言うとスズメのオムライスです。キャラ弁当みたいな感じで作れればなと思っているので、顔をなんかイメージした感じの、ただそのスズメっていうのはそのキョムスズメっていうやつですか。そうですね、まあ、僕のオリジナルキャラクターっていう感じでそのなんか見た目はすごい虚無あのスズメなんですけど、目がすごい怖いっていうか、なんか、はい、なるほど、見てるだけで不安になるよう なんかそういう感じの目を虚無感がある目をしているっていうのが、まあ、虚無スズメ。完璧にわかりました。あ、本当ですか。はい、じゃあイメージできました。わかりました。じゃあ宮部さんやってもらえますか。はい、行きますか。じゃあもう行っちゃいますかね。それでは、はい、クッキングスタートということで、はい、まずはねオムライスなのではい、チキンライスをまず作っていこうかなと思っております。でチキンライスなんですけど、まず材料なんですけど、ライスってあるんですかね、ご飯。ライスね、ございますよ。
ございます。ライスとあとグリーンピースとか、はい、あとは鶏肉とかあると、はい、なんか素晴らしいなと思うんですけど。あります、鶏肉あります、ね、ありますか。ただ、グリーンピースございません。あ、じゃあまあグリーンピース嫌いな人も多分いると思うので今回はちょっとね、グリーンピースなしのブロッコリーあります。ブロッコリーブロッコリーありますよ。ブロッコリー代わりになんかブロッコリー代わりになんかいけませんかねそれ。あ、確かにめちゃくちゃいい発想です。グリーンピースじゃない代わりにね。ドヤ食うのは俺たちじゃねえんだ。そうそうそう、やっちまいな。じゃあまずはちょっとね、材料ライスとブロッコリーとあとチキンですね。で、あとはあれか、ケチャップか。ケチャップも必要ですかね。ケチャップあります。お、本当ですか。じゃあまずはオムライスのライスをですね、はい、1人前ぐらいの量で用意してもらいまして、であとあれですかね、あのチキンがまだ切られていないので鶏肉ちょっと切っていきますか。はい、割とどんぐらいで切りますか。どれぐらいですかね、サイコロぐらいですかね。ちょっとサイコロ、ライス状に。サイコロ、ちょっとちっちゃいサイコロぐらいですかね。お肉は火取ってないとまずいからね。そうですよ、ちゃんと。指示気をつけてね、みやび。そうですね、まずは。そっか、うん、順番か。まずはチキンを切らないといけないですね。うん、ちょっと包丁がちょっと焦げてなさすぎて切れません。まずいですよ、どうしようもないんですか。普通の包丁ですか、これ。これ、まずいですよね。こっちやったらいけるかも。あ、やばい。大丈夫かここ、ね、この厨房は怖いです。これ絵面からしたら結構怖いですもんね、これね。一口サイズぐらいにいけますか、ね、いけそうですね。ちょっとお、あとちょっとブロッコリーもちゃんと切っとかないとこれ大変なことになるん で、ね、まず材料全部切りますか。一回材料、確かにブロッコリーどうやって切りますかね、これ。これも一口サイズですかね。確かにこれ一口サイズ。これ一口ブロッコリー一口サイズいけますかね。一口サイズ。これでも、はい、生やってみます。ちょっとからだからどうやって調理するの。すごいすごい、ちゃんとすごい。すごい。それっぽく。なんかあ、いけてますよね。いけます。いけます。はい。割といけるんじゃないですかこれ。これいい感じ、いい感じ。美味しいんじゃないですか。美味しいかもしれませんね。新しい。ブロッコリー炒めて米と一緒に炒めるっていう。そうですよ。なかなか見ないけどね。見ない。どうなるでしょう。これ順番的にはどっちがいいんだろう。鶏炒めてブロッコリーの順番なんですかね。まずじゃあチキンいきますか。チキンから。じゃあ次は。これで、まあ、とりあえず一つ食材は揃ったということで、うんうん、まあ、まずはチキンを焼いていきますか。とりあえず火を通さないといけないので。はい。あ、見えました。あ、大丈夫ですか、あの。大丈夫そうですね。大事なやつ忘れてないですか。待ってください。何か忘れてます僕。俺もちょっと思い当たるのが1点2点ぐらいあるけど。なんだろう。全然わかんない。ちょっと待って。チキンライスは米にその、うん、まあいいんじゃない。でもオリジナリティあるから。あ、本当？そうですね。指示通りやるっていうのが。そう。オリジナリティあるからいいんじゃない。トマトケチャップかな。はい、とりあえず、うんうん、まずじゃあ、はい、チキンを。あのフライパンで炒めましょう。はい、フライパンありますかね。あります。今は、はい、まあ、中火ぐらいでやってもらって、で、まあ、はい、とりあえず、まあ、ちょっと油入れてもらってって感じですかね。いいですかこれで今。大丈夫です。まあ、なんだろう、一通りこう火が通ったら、まあ、ブロッコリーを入れてもらう感じにしますかね。はい、はい、俺さ、オムライス知らない、あんま知らないんだけど、どういう順番で炒めるのが正解だろう、本当は。あ、本当はね、確かにそれ気になるな。うん、どうなんだ。本当は、この前にオニオンを入れるはずなんです、はい。ああ、玉ねぎ。まあ玉ねぎは普通入るよね。全部いっちゃってください。で、一緒に炒めます。まあ、色合い的にはなんかいいですね。まあ色味はいいね。色味はね、みやび聞いていい？はい、はい、いいですよ。こういうのってさ、はい、卵はどのタイミングで焼くの？卵はケチャップ、うん、あのチキンライスが出来上がってから同時進行とかではないの？同時進行は今の僕にはできないです。できるわけないだろ。一つのことに集中。難しいだろ。オムの部分が焦げるわ、それは。なるほどね。ちょっとそろそろ塩コショウとかちょっと行きますか。行きますか。ちょっと味がない人もね、はい、ちょっとあれなんで、ちょっと塩コショウを、まあこれはあれです、あれですね、なんかいい感じに塩コショウをこうパラパラと、はい、ありがとうございます。いい感じにね、はい、そんな感じですかね。あ、でもどうですかね、そろそろ。いいです。あ、いいですか。香りがいい。
はい、もうこれ結構た一応それそのままで食べれる感じになってるんですかね。なってるんじゃないでしょうか。じゃあここから、うん、ちょっとご飯入れちゃいますか。そっからチャーハン作るみたいな感じで、はい、結構量が多いかもしれないね、これもしかしたらね。でご飯投入して で、いい感じにちょっと炒めてもろて、でそっからケチャップ投入が、はい、まあいい感じですかね。いい感じ、全部いい感じで、いい感じで、おあーすごいすごいすごい、さすが鍋の振りがかっこいいですね。えケチャップに関してなんですけど、多田さんの好きなを入れてください、はい、ここはずるい、だいぶずるいぞ。ケチャップに関しては本当にね、あの好みが出るんで、好きなくらいね、なんか自分が美味しいと思えるような量を入れてもらえるととても助かります。あでももうとてもチキンライスですよね。まあね、色がつくとね、ブロッコリーチキンライスみたいな、ブロッコリーチキンライスというか存在がよく分かってないんですけど、果たしてで割となんかパラパラしだしたら、もうねお皿にちょっといい感じにこう、はい、プリンみたいな感じいい感じを封印しろお前、いい感じにプリンみたいな感じでこう、でもなんかお米のパラパラ感はすごいいいです ね今素晴らしい、いいですね、すごい、あ来るか、今から来るか、来るか、形を聞こえてお皿に、ああちょっと洒落たお皿が、はい、洒落たお皿が、これどう、うん、こういけますか、そうですよね、これ無理そう、あ頑張ってください、おお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 なんか、あなんとなく、あなんとなく、おーすごい、すごい素晴らしい、まあじゃあとりあえずそれちょっとね、あのまラップなかったら、うん、なくてもいいですけど、まあ、冷めないようにちょっと保温をしてもらいたい、保温ね、確かに大事、ね、早急に卵作りますか、早急に、はい、早急に、じゃあまずは、はい、用意するものはですね、バターと、はい、あと卵4つぐらいでいいですかね、バターと卵4ついきます、4ついきましょう、3つにしましょう、3つ卵3つね、今回ちょっとやりたいことがあって、あの白身でオムライスのオムの部分を作りたいんですよ、白身でこのままちょっと黄身であのオムライス作っちゃうと黄色くなっちゃうんですね。ここは白身でオムライスを作っていただきたいです。白身と黄身で、そうですね、白身と黄身を分別していただいて、はい、さあ分けました、あ、分かりました、分けたって、じゃあ、はい、とりあえず白身をちょっと泡立ててもらう感じですかね、はい、とりあえずね泡立てるんだ、はい、いい感じに、まあ泡立ってたらもうそのまま投入してもらって、はい、投入、もうここからはもう割とオムレツ作るのと同じような感じですかね、あ、分かりました、はい、おお、うん、ちゃんとやらないと本当に目玉焼きになっちゃうよねこれね、目玉焼きがないよ、目玉ないんだもんだって、あ、そっかなんだこれ、なんだ、いやでもここはプロに任せよ、そうだね、多分ちゃんとカバーにしてくれるよ、そうだよな、いい感じにしてくれればいいよね、うん、もうそれなんか割と表面なんかクレープみたくなってきたらもうオムレツに乗っけちゃ、はい、オムライスに乗っけちゃっていいかなと思ってるんで、はい、わかりました、クレープでいきましょう、クレープで、もうちょっと白くするならやりようと思うけどね俺は、新鮮さというか、なんか卵に牛乳混ぜたりとかしてちょっと白っぽくすればいいんじゃないかなって俺は思うけど、でも今回はねちょっと雅のね白身ライス、そこは雅のライスオリジナリティで、はいはいはい、うん、あでもいけそうですかね、はい、このままいけそうですね、いいですか、はい、オッケーです、いっちゃってください、いい感じにいけるかな、ふぅやりました、いい感じに乗せてくれればもうそれでいいと思います、はい、いい感じで、あこれでなんか色合い的にもね良さげですよ、確かに色合い的にちょっと、あでも大丈夫ですよ、ちょっとキョムさん見えてきたな、ね、見えてきました、見えてきました、こんな感じなんですね、こんな感じです、で、いいんじゃないですか、うん、残った黄身もクレープ状にちょっと焼いてほしいです、はい、わかりました、黄身だけでクレープ状できんの、わかんない、なんだけど、ほら一応ほらあのキャラ弁で言うと口の部分だから、この黄身の部分はね、え、そうなの、だからそう口の部分、くちばしの部分を今から作ろうと思ってるので、くちばしの部分、はい、あ、でも美味しそうですね、すごい濃厚な、濃厚ですね、
怖いな。そのままの表面焼いたらもう裏もちょっと焼いてもろてっていう感じの方がいいかな。ひっくり返すのできる？大丈夫ですかそれ？やめときますかこれ、ひっくり返すのは。ひっくり返すやつか。いけそうですか？これでいきますか。あ、おお、ね、出るか。頑張れ。あ、最悪や。うわ。あ、でもくちばしみたいな。完璧です。いいですこれで。くちばしみたいになってるんでいいです。でこれ程よく焼けたらもうそれで。オッケーなんで、はい、あの別のお皿に一回ちょっとそれを移してもらって、あ、別のお皿に一回移す、そうですね、一回ちょっとあのそれをまた包丁でくちばしっぽく形作らないといけないので、なるほど、目を作りたいんですけど、素材になんか黒い素材とかってあるんですかね、なんかイカスミとかゴマとかなんかそれに使えるような、 ありますよ、はい、のりです。あ、のりだ、のり、のりか、のりむずいな、どうするか。でも、まあ、いけるかな。そうですね、はい、なんか海苔をもうなんか手でもうめちゃくちゃにしてもらってめちゃくちゃにしてもらってなんかいい感じに本当にめちゃくちゃ手でぐちゃぐちゃにしてもらって、いい感じってなんだよ。そうですね、もうそのぐらいですかね。それをちょっとこう、はい、目があるようなポイントにちょっとつけてもらって、ね、あー、いい感じじゃないですか。あ、いい感じ、いい感じ、あ、いい感じじゃないですか。あ、いいですね、それ素晴らしいです。いいですか。で、あ、ありがとうございます。で、次は、はい、さっき焼いた黄身ですね。黄身をくちばしを作らないといけないので、はい、なんて言うんだろうな、ひし形っていうんですかね、はい、なるほど、鳥のくちばしみたいな感じでひし形にこう形を切ってもらうっていう感じですかね、はい、うん、かしこまりました。まあ、それをなんか口に当たるようなとこに、あ、すごいすごいすごい、できてるんじゃない。あー、なるほど。あ、大きさ大丈夫ですか？もうちょいちっちゃい。全然そんな感じでいいですね。ただ真ん中にちょっと海苔を、細い海苔でなんか口っぽくしたらいいのかな。なんかあとなんか残ったオムライスがちょっとやっぱりね、もったいないんで、紙の部分になんかデコってもらうような感じでいいですかね。なんて言うんだろうな、こういうことですか。そうですそうですそうです、周りにこう強くなった。あ、なんかそれはそれでいいかもしれないですね。俺さ、この人、うん、どっかのとあるコンビニで見たことあるなこれケチャップがやっぱ大事だと思うんで、はい、ケチャップなんか頭のトサカの部分にちょっとちょっと飾り、なんか炎みたいな感じで、スズメのトサカって何、すごいあ、美味しそうですねそれ。スズメのトサカって何？あ、もうそれ完成ですよ、もう。あ、これで完成ですか？完成です、はい。こちら花咲みやびのキョムスズメオムライスでーす。ということで。やったー。それっぽく見えますね、でも。キョムスズメというか、なんかブラックホールチキンみたいな。完全にでも鶏感がすごい。鶏ですよね。じゃあこっからはですね、はい、実際に食べてもらう感じになりますかね。素晴らしいお味の方は、はい、はい、ではですね、こちら今スタッフさんに食べてもらいましょうか、はい、お願いします。はい、お願いします。それでは岡田さん、採点結果は何点でしょうか。はい、まずジャッジ1人目、はい、ルックス90、おお、プロデュース支持力75、はいはいはい、甘っ、おいしさ結構98、合計263点、え、すごっ、味の評価が高いね、高いですよ、ルックスおいしさでね、評価甘い。あと1人いるんですかね。2人ですかね。はい、じゃあそちらも見せていただきますか。はい、あ、じゃあ宮城さん、はい、じゃじゃん、ルックス98、プロデュース支持力65、はいはい、ここはね、美味しさ100、美味しさ100、プロデュース63、いや素晴らしい。え、これもう大川さん、プロデュース6で勝つしかないんでは、これはもう、いや悪いけどね、うん、全100いきますよ、これはマジ、全100いきますよ、超えられますかこれ。いやもうね、だってこれもうね、美味しさも超えていくしかないですからね、うん、これさすが岡田さんの調理だとしか言いようがない、素晴らしい、ありがとうございました。そうなると次は私の番ですよ。そうですよね、そういうことでございます。では私が作ってもらう料理こちらになります。荒上オブがお前さんパフェということで、パフェですか、ね、
まあオムライスでメインを食べた後はデザートということですよ。はい、それでは早速行きましょう。クッキングスタート。スタート。ちなみにパフェなんですけど、はい、器とかどんなのありますか？器は、器は大事だ。こちらですね。ジョッキ。でもねワイングラス、ワイングラスがいいかな。デラックワイングラス。はい、お願いします。ワイングラスで。で多分クッキーかビスケットかなんかありますよね。あります。大川さん、そもそもお前さんとは何かを教えてあげないと。いや、それはね、先に教えても混乱するだけなんですよ。そうなんだ。そう、故に俺がリモートして、いつの間にかお前さん出来上がってるみたいな。そうですね。そういう方向でいきたいと思います。はいはい、はいはい。じゃあですね、そう、あの、クッキーかビスケットのか何かしらを、あの、ビニール袋に入れてもらっていいですか。はい、ビニール袋、はい、うん。あれをするんですね。そう。すげえ。ビスケット。砕いてもらいます。叩くんです。なるほど。叩いて砕いてください。できれば粉々に。ビスケットだけで大丈夫ですか？ビスケット以外なんか砕けそうなやつあります？ちなみに。砕けそうなこれとかチョコパイみたいな。あ、これでもチョコパイも、でもチョコパイちょっと砕けないと思うんで、ビスケットだけでいいっす。はい。ビスケットだけで粉々に、はい。で、なるべく粉っぽくしていただけると助かります。はい。はい。わかりました。あ、いい感じですね。ほら。あ、すごい粉にやってる。俺はパフェ結構研究したから今日のために。あ、そうなんだ。そう、粉々になったら、はい、まああのグラスにもう入れちゃってください。はい。でもお前さんどんなのができるんだろう、わかんないやつ、はい、あれ入れていた どれぐらいの量になるんだろう。あれ結構あるんじゃない、量的には。あ、でも言うて、あ、でもちょうどいいぐらいじゃない、うん、ちょうどいいね、うん、あ、いいわ、もういい、はい、はい、ね、そしてで、そこにちょっとだけあのチョコレートソース少しだけかけておいてもらっていいですか。味の味付けのために少しだけ。いいです。ケチャップとかかけなくていいの、ケチャップは。なんでケチャップや。ケチャップですか。ケチャップ、チョコで、チョコでいいっすよ。ケチャップ、チョコでいいっすよ。チョコで、はい、チョコちょこっと、ちょこっとだけ。さらにその上に今度は、うんうん、確かあのコーンフレーク的なのありますよね。コーンフレーク、それも今のクッキーの層と同じぐらいの薄さでちょっとまんべんなく、はい、また砕くんですか。砕かずにそのまま敷いてください。砕きますか。いや、砕かずにで大丈夫です、そのままで。あ、もう一パラパラぐらいで大丈夫です、それぐらいで。もう一パラ、これぐらいで、はい、で、はい、今度はですねバナナございますよね、はいはいはい、バナナあります。バナナをですねちょっと輪切りにしていただいていいですか。すバナナの輪切り、はい、ね、1本の3分の1ぐらいでいいです。1本の3分の1、はい、これは斜めの感じですか。いや、あのね、前円になるようにしていただけると。前円で大丈夫ですか。そう、前円にしていただいて、で、ね、皮ごとっていうですね、いや、皮ごとじゃねえよ。で、それをですね、なるべく薄く、とりあえず2枚切っていただいていいですか。なるべく薄く、薄く2枚、ま、前円の状態で、はい、前円の状態で2枚、はい、はい、なるべく薄く、なるべく薄く、あ、でも激薄ですね。激薄でですね、こっからちょっと難しいんですが、はい、その今切ったバナナの真ん中、はい、真ん中に、まあ、それが上にしたいんですよ、はい、それを目にしたくてですね。あ、目、黒い、はいはい、そう、黒目を描いてほしいんですね、チョコで。またなるほど、はい、で、ど真ん中に点々って感じで、はい、そんな感じ、そんな感じで大丈夫です。で、ね、もう一個も、はい、うん、大丈夫です。で、それをですね、今度は、はい、うん、そのグラスの側面に側面貼り付けてください。貼り付け、そう、目のある方を、そう、垂れないようにして、そのチョコソースでくっつける。あ、そこ、あ、そっちじゃないです、内側からでいいです。はい、内側から、内側から、そう、内側からそのチョコソースでくっつけるような感じのイメージで。なるほど、いけませんかね。すげえ、これどうでしょう。垂れないから大丈夫かな。垂れそうやな。まあ、垂れたら垂れたで、あの、まあ、表情変わるだけなんで大丈夫です。まあ、ちょっと崩れた感じのお前さんたちになるわけだ。多少あの苦悶の表情を浮かべてても大丈夫なんで。なるほどね、くっつきました。あ、じゃあそれを同じような感じで目、いい感じに設置していただいて、はい、わ、すごい、です、わあ、いい感じ、いい感じ、いい感じ、はい、あと何あるだろう、料理、あ、そのなんかゼリービーンズみたいなあります？なんか手前のゼリービーンズ、はい、それちょっと色をつけたいんで、上にからパラパラと、パラパラ、また乗せてもらっていいですか？なんかだんだん目が なんかちょっと下がってる気がしてきたぞ。まあまあ、でもいいよいいよ、大丈夫大丈夫。まあ多少それでまた層ができたらそれで大丈夫です。カラフルだね。目が、あ、もう結構来てますよね。まあでもいいよいいよ、大丈夫大丈夫。で、次に、はい、
じゃあパフェといえば生クリームですよね。素晴らしい、はい、生クリー ム、ね、クリーム絞っていただきましょうか。その中に直接中に量はどれぐらいいくんですか、はい、とりあえずその目がある程度目の方ところに行くぐらいまで、うん、あ結構入れる感じ、うん、そう入れてもらいましょう。うわーすごい、はい、でまあ目が固定できるぐらいまで入ったら一旦止めていただいていいですか、うんうん、はい。そろそろでもね結構グラスの一番上までは効きそうだけど何入れるんですかね。次はアイスですね。アイス生クリームの上に生クリームの上にアイスですか。で今ねちゃんと土台を作っていただきますね。すごい ねアイスって何アイスありましたっけ。バニラアイスございます。バニラじゃあバニラアイスをその上にちょうどその頭というかグラスのてっぺんを覆うぐらい結構入れる感じかな。適量を入れていただいて結構な量、はい、結構な量入れてください。あの頭の部分がそのアイスで隠れるぐらいまた入れていただけるといいですね、はい、じゃあまたそこにですね今度はあのソフトクリーム状に生クリームをちょっとくるくるっとやってもらっていいですか。生クリームマシマシですね、はい、マシマシですよ。生クリーム大好きな人多いから さっき余ったバナナありますよね。はい端っこの方でいいので適当に3分割ぐらいしてそこにまたちょんちょんとクリームの上に乗せてください。はいお願いします。3分割。岡田さんは結構パフェとか作ったりするんですか自分で。いや僕初めてです。あ初めてですか。そうなんですね。あ楽しい。あでも楽しいです。そろそろなんかチョコレート欲しくなってきたよな。そうなんですよ。そうここでねチョコソースかけたいよなこれ。いやチョコソースじゃないですよここで。あえてのここで固形のあの虹色チョコレートですね。虹色チョコレート。虹色チョコレートをー、はい、そう色とかのバランスはお任せしますんでパラパラと。おお、はい、パラパラはいしていただけると、うん、あこれでちょっとゲーミング感出すんや。そうこれで虹色感を出すんですよ。はいはいはい。いいなパフェ見て、うん、パフェ作り見るのも楽しいよなこれ。パフェはね焼く工程ないからね、うん、安心して作れるのよそうでなんかあのチェリーとかありましたよね。サクランボとかなんかサクランボチェリーね。サクランボじゃあ上の方にポンと一本ですか。そう てっぺんにポンと置いていただいて、うん、あかわいいじゃない。一気にパフェピナーになった。うわで最終的にあのポッ、うんポッ、できるかなこれ棒チョコレートありますよね。棒チョコレート棒型のチョコレート。はい棒チョコレートをあの脇に1本、ね、2本ぐらいかなブスッと2本ぐらい刺してください。パフェっぽく、はいはい、パフェっぽく。あ美味しそう。これで完成ですかね。本当、はい、これはいいわ。お前さんパフェ。お前さんパフェ。結局最後までお前さんが何かわからなかったけど大丈夫なのそれは。今回できたこれが新しいお前さんですじゃあ食べていただく感じになりますか。最後ですかね。はい、はい、さあ、はい、結果の方が出ました。はい出ましたがどうなんでしょう。ワクワクしますね。どうだ、はい、では発表します、はい、ジャッジ1人目こちらです。でーダン。おーおX100点。やっとぜ。プロデュース90点。お、はい。美味しさ95点。おっと、はいはい、味が、そう。味がちょっと気になってたんだけど。ね。285点。イエーイ。軽く超えていきましたよ。すごい。味も美味しかったんだちゃんと。よかったよかった。ルックス100なのがいいよね。ねえ、ね、まあルックスはねお前さんを。でも次もう一人いるからね。まあでもね問題は、はい、もう一人問題は、はい、うん、ジャッジ2人目ですね。お願いします。こちらね、じゃん。おー来たっけ。ルックス93点。プロデュース視力100点。やったー100点出た。美味しさ98点。あ美味しさも高い。でもさ同じだね。僕も98点だったんだよ。この合計291点。おーすごい。わーやったぜ。ってことははい合計がみやびさんが526点、はい、526。はいはいはい、はい、そしてオーガさん、はい、576点おやったぜ。オーガーすごい。お前さんの勝利だよ。キョムスメバーサスお前さん。いやー、負けた。これは、どこで差が出たかと言いますと、はい、はい、プロデュース支持力が圧倒的な差が、うん、ちょっと分かってました。いやただ逆にちょっとまあフォローするとね、はいはいはい、やっぱオムライスの方が難しいって。確かにそれは。いやでもパフェも難しいよやっぱり。そう工程があって、うん、そう
まあでもお互い美味しいものがちゃんと作れたということで、いや、ね、どこに意外だったっすか、岡田さんの腕だね、あとで、ね、それもそう、それもそうだよ、やっぱり指示力のおかげでございます。本当に今回は岡田さんありがとうございました。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。いや、本当に思ってた80倍ぐらい楽しくて、おー、あ、本当に、はい、よかったです。これこのお二人とやってるから楽しいのか、また別でも楽しいのか、はい、調べるためにちょっとプライベートでもやってみます。遠隔プロデュース企画がついに、はい、でまた今度はね、俺たちが岡田さんの料理食べたいよね。確かにそうだね。美味しい、ぜひお願いします。はい、港区の家賃37,000円の家。はい、てなわけで今回のわちゃわちゃホロスターズはこの辺ですよ。ありがとうございました、はい、また次回。ちなみに岡田さんもじゃあ一緒に最後挨拶してもらいたいんですけど、はい、いいですか。挨拶はもちろんでございます。オツスターズとなりますので、じゃあご一緒にお願いいたします。いいですか、はい、また次回のわちゃわちゃホロスターズもお楽しみに、はい、せーの、オツスターズ、バイバーイ、バイバーイ。